2時半です。2時半三ツ俣沼ビオトープに来ました。ここに来る前にホンダエアポートによって30-40分ぐらいちょっと単調して、あと飛行機とか見て来たんですけど、全く野鳥いないっすね。やっぱり朝早くか夕方がベストなんでしょうね。え、アカゲラ違うか。え、いきなりアカゲラの声。ヘラちゃん、いましたね。木の奥の方に何かいるのかな。いい感じです。いやー、開始1分以内にアカゲラちゃん、素晴らしい。今日はこれで終わるかもしれない。
ジが鳴いてる。頭だかな。こっちもいいんじゃない、これもそうじゃない。何のこれ、あれ何の声、
かげらの声がしてる。ちょっと遠いけど、赤ゲラちゃんの声が、あの辺から、ちょっとだけ行ってみますか。泣き止んじゃった？してるね。あ、逆光になっちゃうのこれ。見つけらんないね。あれ？この辺じゃない？もうちょっと先？どこだ？この辺じゃない？うわ、眩しい、逆光。いたあそこだ。かげらでしょあれ。うわ、これ取れないよね。あの辺、あ、飛んじゃった。あ、いるいるいる。うわ、あかげらだ。あかげらだ。再び赤ゲラちゃんに出会いました。うん、すごい遠い遠いし高いし枝かぶりだし。いやあ、よく鳴き声で見つけたな。飛んだ。ほら、いた。あれ、隠れちゃった。
本当まだいるね、あそこにね。帰ろっか。あんな遠いんじゃね。遠いんじゃねって、あそこでなんか動いてる。あれはちっちゃい小鳥だよね。帰りましょう。